マーティン・ビーバーは、カナダ出身のバイオリニスト。ジョンズ・ホプキンス大学音楽院教授を経て、イエール大学音楽学部教授。4歳でバイオリンを始める。12歳で、トロント王立音楽院に入学、ビクトル・ダンチェンコに指示。1987年から90年にかけて、インディアナ大学で、ジョーゼフ・ディンゴールドに指示。また、ヘンリク・シェディング。 ユー利メニューインのマスタークラスに出席。1992年にトロント公共楽団とバッハの競争曲でソロデビュー。1998年にはトロント弦楽史重相談及びトリスケリオンの創設メンバーになる。ラビニア音楽祭、シアトル室内楽フェスティバル、ボストン室内楽協会などで好評を博す。ソリストとしてはカナダのすべての主要オーケストラをはじめ、 サンフランシスコ交響楽団、ベルギー国立管弦楽団など世界各地のオーケストラと共演している。2002年より、ミハイル・コペルマンの後を引き継いで、東京クアルテットに5代目の第一、バイオリン奏者として加入。使用楽器は1727年頃制作された、ストラディバリウス。カナディアンエンサイクロペディア。ありがとうございます。